疑問なんですが、僕の家はいつ完成するんですか？あんたが頑張ったらだね。作る気、あるのかやで？そやもちろん、2割ぐらいは。ほとんどないじゃねえか。てか、相談所久しぶりだね。うむ、やっと依頼が届いたんですよ。今回の依頼は、僕の家は TNT でコッパみじんになりました。なので、いろんな TNT を紹介してください、とのことですね。いやいやいや、おかしいだろ。なんで TNT にトラウマ抱いてないんだよ。ポジティブすぎるやで。そんな依頼者のために用意しましたよ。へへへ、大量だろう。見たこともない TNT がいっぱい。ねえ、これどこで手に入れたの？それは…アベル、黙ってちゃわかんないやで。ごめん、言えない。あんた、やっちゃったのね。うわぁ。それではまずは、一番ティアの低い TNT から紹介していこう。TNT にもティアとかあるの？うむ、まだまだこいつらは序の口よ。ティアが上がれば上がるほど。上がるほど？へへ、これ以上はまだ言えませんよ。もったいぶるなやでー。危険になっていくってことね。それではまずはスフィア TNT、球体って意味ですけども。爆破した地形が球体に？いやでも、大体球体っぽいけど、本当に綺麗な球体になるんやで。おー、まあまあ、一発目にしては分をわきまえてるんじゃないか？小さすぎず、大きすぎず、ちょうどいい威力の TNT だね。威力減衰がないだと？こいつ、意外と優秀かもしれんぞ。聖地用の TNT だったか。続きまして、フローティングアイランド TNT、可愛らしい絵柄となっております。島のドット絵が描かれてる、アイランドってことはまさか？いやいや、まさかそんなわけないやで。そうっすよ、まさかそんなわけが。暗い？でも上空には何もないよ。いや島がある？はい、こちらの TNT は下の地形を上空にコピーする能力。前にも一度紹介したことあるね。おしゃれな TNT やで。簡単に浮島が作れるのいいよね。ちょっと待ってアベル、あんた。何ですか？この浮島を TNT で破壊しようとしてるんじゃないでしょうね。いや、全く考えてなかったよ。あ、そっか、えへへ。しかしそれが希望なら仕方がねえ。オーシャン TNT をお見舞いしてやるぜ。ちょっと、何してるのよ、ほんとバカなんだから。なんで嬉しそうなんやで？おっほっほ、浮島がさらに幻想的になったぜ。思ったよりも海の範囲ひっどいな。ちょっと地形削られすぎ？そうね、陸の面積が少なくなっちまった。見栄えを良くするために、フローズン TNT でスパイスを加えてあげましょう。おお、これは相性いいんじゃない？水の浮島が氷の浮島に。いや物足りねえ。アベル、ちょっと氷が少ないんじゃないか？注文の多い客だぜ、まったく。もっと凍らせたら満足なんだろう？わあ、みるみる水が凍ってく。この二つの TNT で氷の島が作れちゃうね。皆さんも、暑い夏にいかがですか？続きまして、ヘルファイア TNT。名前からしてヤバそうだって。当たり一面地獄になるやで。エフェクトがかっこいいね。TNT によって違うの凝ってるよね。うわぁ、当たり一面ネザーになったぁ。お空をぷかぷか飛ぶのはガストさんです。そんなのんきなこと言ってる場合か。溶岩が大変なことなってるよ。溶岩、これは大変一大事。でもスノー TNT があるから平気だもん。平気、だぼん？うん、全然平気じゃないね。フローズンの方が効果ありそうじゃない？氷で固めちゃえばいいんやで。なるほど、それもそっか。これで万事解決ってわけだ。すごいすごい、すべてが凍ってくね。いやでも、大惨事には変わりないよ。間違いないっす。続きまして、大量のクリーパーを召喚するでそ。何をするつもりだ？そしてこちらのグラビティ TNT を起爆。まあまあ見てなされよ。ドキドキ。空高く打ち上がってった。近くのモブたちを遥か上空へと打ち上げ、10秒の時を経て地面に叩きつける。恐ろしいだろ？なんて恐ろしい TNT なの。うわぁ？続きまして、ティア2の TNT たちをご紹介。まずはこちらのグローバルディザスター TNT。日本語に戻すと、世界的な災害。いや世界的な災害。絶対にヤバいやつやでこれ。見てよ見てよ、エフェクトが派手だよ。それだけ力が入ってるってことだよ。それにしても、時間かかるな。おぉ？おっこっこっこ、こりゃあすごいぜ。段違いで威力が違うじゃねえか。ねえ、これよりも上のティアがあるんだよね。はい、そうですよ。そうですか。続きまして、ヘブンズゲート TNT。聞き覚えのある名前ですこと。絵柄が浮島のやつと似てたやで。確かに、さっきの上位互換とか？まずは足場が消えて、上に島が生成されると、さっきのは同じ地形が上空に生成されてたけど、今回のは地形が上に移動する感じだね。ほう、似てるようで違うのか。こっちの方が自然ではあるよね。好きな方をご選択ください。そしてこちらはヘルズゲート TNT。あ、なんとなく察したやで。永久に夜になった？時間すらも操る TNT なのか。朝になりました。お、爆破した。また上空に？
うむ、さっきのネザー版みたいな感じだね。いつもより多くガストが飛んでおります。ここにダンジョンとか作ったらそれっぽいやで。まあ、ありそうな雰囲気してるね。続きまして、マンカインズマーク TNT。これは、どういう意味だ？いえ、イエスイエスイエス、一発でちょいと豪華な映画生成できるぜ。可愛さに欠けるけど、それを抜きにしても悪くないわね。住み心地は良さそうやで。じゃあ、ここはメメの家にするか。え、そうね、豪華な羊小屋で良かったじゃない？贅沢な羊だぜ、まったくよ。ワイの意見も聞いたらどうなんやで。それでは皆さんお待ちかね、ティア3の TNT たちを紹介していくよん。とんだー、何が起きようとして？こちらはシティファイアワーク TNT。街を作り出せちゃうのだ。え、すごくない？一瞬にして住宅街になったよ。でもよく見るやで、家の間隔がぐちゃぐちゃやで。ほんとだ、アベル最低だな。なんでなんでなんで？そればっかりは、僕の力ではどうにも。平原とかだったらマシだったかな。続きまして、デスレイ TNT。こいつはマジで危険だぜ。日本語訳にすると、殺人光線 TNT。絶対やばいじゃん。てかさりげなく村人召喚してるやで。えへへ、気づいた？それでは、着火。何よこの不穏な音は。俺も起爆するのは初めてなのでわかりません。音がどんどんでかくなって。てか、TNT どこに行った？ああ、着火とともに消えたね。多分上から来るんじゃないか？耳が、うるさいやでー。殺人光線。どうなるの？うわぁ。うわぁ？おいおいおい、なんだよこの最高にかっこよくてスパイシーな TNT はよ。いや、あのさ、マジでうるさすぎない？鼓膜が、痛いやで。使用を禁止されるほどの TNT だからね。警告音は大きめとなってます。てか地面が黒曜石になってるって、跡形もないって。誰一人生き残ることはできない。それが殺人光線の威力なのだ。そして最後はスーパーノバ TNT。いやー、今のを見ちゃったらな、何を見てもしょぼく感じそうやで。まあまあ、こいつも同じティアだからさ、衝撃は保証するぜ。ふーん、そこまで言うならまあ。これ、長いやつ？長いと言っても、3分ぐらいだぜ。十分に長えよ。その間に急いで動物たちを避難させるやで。めめ、もう、手遅れなんだ。え？あ、爆発が読み込まれてないだけで、死んでるんだね。ごめん、ごめんよ。どうしてやでー。ぬあん。ついに来た？これだけ待ったんだから、相当な被害が出て。はぁ？すちゃ、まあ、被害はこんな感じですね。山一つ分といったところじゃないか？いやいやいや、殺人光線よりも全然被害大きいよ。爆弾一つの威力じゃないやで。まだまだ紹介してない TNT はたくさんあるのでね。依頼が来たらいつでもお答えします。もう、爆弾はお腹いっぱい。